ラジオドラマとある魔術のインデックス第5話。またげっそりしてるわね。ほら、あれだけ一度にお金が飛んでいくとね。つか、なんでこの子の代金を全部あんたが出してるわけ？ん？それはだって私がトーマと一緒に暮らして。ああ、借りてたお金があるからさ。ああ、あんたいくら借りて。あ、ちょっと待って、どうしたの黒子？お姉様、これは未確認情報ですけれど、女子寮でどうもあの空気が漂っていますの。は？何？今から寮館の抜き打ち検査が始まる雰囲気だって。どうしますの、大雑把な私物はこちらで隠せますけど、お姉様の隠しスペースまでは私も分かりませんの。いや、寮に戻るけど、戻るんだけどね。とにかく急いで、検査はいつ始まるか分かりませんのよ。なんかあったの？いろいろとね。休養できたから私はこれで。まだ話は終わっていない。短髪、後でね、後でね。あしらい方が軽い。クロコ、お姉さま、お待ちしてましたの。抜き打ち検査いつ始まるって？たーちくしょ、いつも通り天井裏に隠すか。それなんですけど、お姉さま、よく聞いてくださいですの。何よ、この忙しい時に。まさかもう始まるとかってんじゃないでしょうね。いえ、それが、どうも情報はガセだったようですの。は？ですから今日は検査ないみたいですわね。つい先ほど分かったんですけど。クロコちゃん、あんた私がどんだけなりふり構わずここまで走ってきたと思う？情報の出所は私ではありませんの。だからこれはその、その、つまりトロですの。ホワイトですのよ、白いクロコ。このお仕置きを楽しむようでなければ私は。すっきりした。だ、こんがりするところでしたの。お姉さま、これからご予定とかありますの？あんたが全部キャンセルさせたんでしょうが。でも、まだ部屋でゴロゴロするには早い時間よね。それならどこか出かけません？埋め合わせぐらいならしますわよ。そうね、部屋にいても仕方ないし、出るか。それにしてもお姉様。何を？先ほどまでどちらにいましたの？いや、単に街をブラブラしてただけよ。ブラブラね。全身からあんなバチバチ鳴らすほどお怒りでしたから、てっきり大切な用件を邪魔してしまったと思っていたんですけど。そんなわけがないじゃない。何が大切よ、何が。うん、なんですの？何やら私のお姉様センサーがピンピン反応してますのよ。ほら、さっさと行くわよ、クロコ。はいはい。と、あら、探しました。美坂美琴さんですよね。そうですよね。そうだけど、あなたは？杉野休み、一年です。ね。ん？どうかしたの？困っていることでもあるとか？先ほどとは別の意味でお姉様センサーが。今日は、その、美坂さんに折り入ってお話がありまして。何かしら？そのですね、だから何を？その、なんて言ったらいいか、つまりですね、だから何なのよ、さっさと言いなさい。あなたを叩き潰しに来ました。は？だから叩き潰すんです。言っちゃったからには覚悟しろ。意味がわからん。黒子も大概騒がしいけど、この子はそれ以上ね。これはやはり私の居場所が侵食されつつある証拠。それなら私も反撃して差し上げますわ。抱きつくな。やかましいのが一人追加。置いてけぼりにしないでください。私がここに立つのにどれだけ勇気を振り絞ったか分かってるんですか？いや、
喧嘩売る相手の前に立ってんだからそりゃ緊張するでしょうよ。まったくこちらの話をちゃんと聞いてくださいね。放っておくとすぐにツインテールとお戯れになって脱線してしまうんですから。その一言だけは否定したいわね。その一言だけは否定されたくなかったですわ。とにかく美坂美琴さん、一能力者としてあなたと戦わせていただきます。はあ、薄い反応。でも戦ってもらうと言ったら戦ってもらうんです。要は私を倒して有名になりたいのかな。レベル5は学園都市でも7人。この常盤台中学でも2人しかいないんだし。ねえ黒子、ここはやっぱり。うわあんた何顔中の血管浮かませて爆発寸前になってんの。白井さんは変ですから。あなたが言うの。そうですわよ。それは私のセリフですの。自覚があるなら自重しなさいよ。とにかく戦いますよ、今すぐに。ちくしょう。私のポジションが今まさに。戦え、ポジション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 。だー、もう鬱陶しい。そんなにやりたいなら寄ってやろうじゃない。高圧電流浴びせてやる。髪型アフロみたいにしてやる。とはいえまさか本気で当てるわけにもいかないし、適当に威嚇射撃して黙らせるか。クラッとけい。私の雷撃の槍を弾いた。その程度でこの私が倒れるともう思って。めちゃくちゃ足震えてんじゃない。にしても私の攻撃を弾いたのは事実よね。どなれた。久しぶりにライバルの予感ね。お姉様が本気になれるって。いや違う。頑張れ私。私の胸を借りるつもりでどんと来なさい。どうぞ。この3人、先ほどから何を騒いでいる。その声は。寮内での暴力行為は固く禁じられているとあれほど強く言っておいたんだが。うやぁ、寮館ですの。先生は威勢のいいわんぱくな子供を愛している。だからたっぷりと可愛がってあげよう。お前ら今から私の敵な。いやそのあれよ黒子、どうしよう。あんたテレポートは。それは足が震えて使いませんの。ですからここはやはり窓からダイブ。待ってください。私もというか戦いはまだ終わっていません。まだ話は終わってない。お前ら3人とも私の敵だ。